羽生結弦が欲しかったのは平昌五輪の金メダルだけではなかったご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。怪我からの見事な復活で66年ぶりの五輪に連覇を達成したフィギュアスケートの羽生結弦選手。通常ならノーミスでなければ納得しない完璧主義だが、 さすがに今回ばかりは細かなミスのあったぬめりでも大きな安堵の様子を見せ、それほど怪我の状態がギリギリであったことを伺わせた。だが、羽生選手が本当に欲しかったのは、平昌五輪の金メダルだけではなかったのではないかという声も、もちろん羽生選手も自分のできる精一杯を出し切った演技、そして金メダルという結果に満足しているはずです。 しかし、怪我をするまでの羽生選手が目指していたのは、五輪の2連覇だけではなかったのではないでしょうか。ソチ五輪の年の羽生選手は、GP ファイナルの優勝、ソチ五輪の優勝、世界選手権の優勝と3つの金メダルを揃えています。羽生選手は、今回も3つの金メダルを狙っていたはずです。 しかし怪我のため、出場できるかどうかもわからない平昭五輪で2連覇を果たすことだけに絞らざるを得なくなったのです。スポーツライター。怪我の翌日、羽生選手が GP シリーズ NHK 杯を欠場することが発表された際、帯同していたブリアンコーチが、欠現はショックを受けて泣いていた、とコメントしていた。それは一つの大会を欠場するだけではなく、 GP ファイナルに出られない、自分の秘めたる究極の目標が達成できないことに対する涙だったのではないだろうか。とはいえ、平昌五輪での羽生選手の金メダルは、その感動の演技を世界が認めたことに対して贈られたもの。その輝きが唯一無二であることに変わりはない。芝講師、羽生結弦プロフィール宮城県出身。 2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック二連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。